つく。もたもたしてられないし、早速調べようぜ。手がかりを見つけたらすぐに法廷に向かおう。ここには何が入ってるんだ？お、なんか可愛いもんばっかだぞ。ピンク色のアクセサリーにヘアリボン、ネックレス、それにメイクボックスまで。おお、オイラも気づいたぞ。それぞれ違う名前のラベルで仕分けされた女性の持ち物。これって、つまり被害者の女性たちは全員ここに連れてこられたってことか。そしてここで水に。こんなにたくさん箱があるってことは、そういうことだよな。怖すぎるぞ。
れに入ってるのって原始大海の水だよな。どれどれ、調合中、完成済み、サンプル。ふん、ご丁寧にちゃんと分けてあるんだな。それにフルーツ味まであるぞ。そうだな、一目見たらすぐ分かるくらいバレバレだぞ。ここに何かあるぞ。研究をするための場所っぽいな。実験ナンバー16、ジェイコブ・インゴルドによる原始大海の研究結果に対する検証および確信を胸とする。実験失敗、原始大海の水に浮かび上がる人間はゼロ。22、23、24号の女性は溶けて、うわぁ！ごめん。でも、こんな恐ろしい文章、今まで読んだことなかったから。こんな冷たい書き方で、こんな怖いことを書くやつがいるなんて、信じられないぞ！お前にやる！オイラはもう、怖くて読めないから。そのためにこんなにたくさんの実験を。何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか。どんだけ狂ったやつだよ。あれ、それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ。おいら覚えてるぞ。確かそいつは溶ける瞬間を目撃してたんだよな。え？バシェが実験者？この実験をやってたやつってことか？そうだったのか。つまり、バシェは被害者なんかじゃなくて、あいつは自分の手で恋人を。あれ、違うな。それだと救おうとしてる意味がわからないぞ。おう。とりあえずメモしとこう。どれどれ、何が書いてあろうとこの名探偵パイモンの目から逃れられないぞ。カーレスって、これ、ナビアのお父さんだよな。あいつに関する調査レポートみたいだぞ。なになに？あ、うん。確かに、お前の言った通りだな。ジャックとカーレスを誰かに殺させようとしてる。ジャックが任務を遂行するとは思えないからって。これって、例の第三者が存在してた証拠になるよな。どれどれ。カーレスがギャングのメンバーに伝えた重要な情報については、まだ調べがついていない。あの老犬は、どこまでも手強い奴だ。仮に奴が本当に約束を守ったとしても、主導権はまだ奴の手にある。奴が我々をどうにかしようとすれば、いつだってこちらに牙を剥くことができるというわけだ。唯一の解決策は、あいつを消すことのみ。ああ、確かにそうだ。なら、人を送って奴を殺そう。ナビアにさえ手を出さなければ、老犬は人を噛んだりしないはずだ。手紙でのやりとりの一部みたいだな。まったく、大悪党ばっかだぜ。
すごく目立つ池があるぞ。水でいっぱいだ。ああ、ここってロシを作るための場所だし、この池の中にあるのは全部原料だろうな。普通の水で薄めればロシになって、そのまま使うと人を溶かすことができる。よし、オイラがメモしとくぜ。証拠としての価値がありそうなものは一通り見れたな。事件の真相はオイラたちが推理してたのとかなり近いみたいだけど。そうなんだよな。バシェが一体何者かについては教えてくれるものが一つもなかったぞ。道理でヌビレットも調べられなかったわけだ。黒幕はきっとバシェの身分に関連するものを全部消したんだろうな。そうなると、ここの手がかりを持って歌劇場に行っても真犯人を暴くことなんてできないぞ。おう、オイラだって降参するつもりはないぜ。お前はあっち、オイラはこっちだ。ここにあるものを一つずつきっちり調べて絶対に見つけ出してやろうぜ。何にもないぜ。証拠がないにしてもおやつくらいあってもいいだろう。どれどれ。おお、ただの恋人との日々を書いた日記か。内容が甘々だから余計にこいつのことがかわいそうに思えてきたぞ。確かに名前がいっぱい書いてあるな。1ページ丸々埋まってるぞ。しかも全部消されてるし。どれも満足できなかったってことか。最後に決まった名前はマーセルだって。いやいや、マーセルってあんなに年を取ってるだろ。あいつがバシェとベニールの息子って、少女失踪事件ってそんなに歴史が長かったのか。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。ふーん、やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。待たせたな、ナビア。さすが私の相棒、タイミングバッチシ。このような秩序を乱す行為、一体何度繰り返せば気が済むのだ。別にいいさ、ヌビレット。それほど自信があるみたいだし、さぞ決定的な手がかりを見つけたんだろう。あなたこそが馬車だからでしょ、マーセル。お前の拠点を調べさせてもらったぜ。オイラたちにはもうお見通しだぞ。お前は溶けてしまった恋人のベニールを取り戻すために、次々と女性に目をつけては人体実験を行ってた。さらにお前はマーセルっていう身分をでっち上げて、馬車に関するあらゆるものを処分したんだ。なるほど。歌劇でさえこれほど冷酷な悪役はいないだろうに。だとすれば
これでマーセル君の動機についても説明がつく。さっきあんたが言ったタイミングの理論もこれでおのずと破綻したね。マーセル、あんた自分がなんで負けたかわかる？ずっと失った恋人を見ているだけで他の人に目もくれなかったからよ。だからあんたは私たちの変化に、私たちの成長に気づけなかった。ゆえにボスが抱いていたお嬢様への期待も読み取れなかったのです。それに我々の決意もな。君たちの決意だと？被告人、反論があればできるだけ早く述べてくれたまえ。でなければ審判を次の段階に移させていただく。私にそんなことをする気持ちがあったと思うのか？君たちに目もくれなかっただと？どうして私が目を向ける必要がある？君たちの方こそ私のことを見ようとしたか？私のこの苦しみを経験したことがあるか？最愛の人が目の前で溶けていくあの光景は、それを見ていることしかできなかった経験は、誰も私を助けてくれない、私を信じてくれる人もいない。数十年前、質立帝の者でさえ私にこう言った。人が水に溶けるなんてありえない。私は不慮の事故にあったから混乱しているのだと。ベニールの死はこうもあっさりと君たち全員に流された。今になって分かっただろう、あれが本当のことだったと。だがもう遅い、一度溶けた人はもう戻らないのだからな。全て貴様らのせいだ。こんな見栄えだけの審判で正義を追求し茶番を求める、一般人の苦痛にまるで見向きもしない。ベニールが死んだんだぞ、彼女と約束したのにだ。どこへ行こうとも一緒だと、そう約束したのに。ずっとこの約束をたがえることなどなかった。だが私はフォンテーヌ人じゃない、私は解けないんだよ。おい、マーセルが飲んだのって原始大海の水か？私は解けない、解けないんだ、解けないのだよ。見たか、いけないんだ、私はあちらへ行けない。だったら何とかして彼女を連れ戻すしかないだろう。だというのに、結局最後はあの老犬カーレスにしてやられるとはな。一生をかけてこんなにも用心深くやってきたというのに、あいつのバカ娘にとどめを刺されるとは。被告人の精神状態が少々不安定なようだ。警察隊、彼を取り押さえろ。来るな、誰も近づくんじゃない。私はベニールを救うんだ、まだ彼女との約束が。ベニール、ベニール、ああ私を、私を責めないでくれ。どうしても私たちの約束を果たしたかったんだ。どうやらこの審判も結果が出たようだな。ナビアさんの告発が成り立った今、タルタリア殿への告発も無効となる。ああ気にしなくていいよ。最初は少し興ざめだったけど、こうして見事な討論を見れたからね、気分もそう悪くない。では連続少女失踪事件の全貌を振り返る前に、旅人殿、証拠品を警察隊に提出してくれたまえ。被告人マーセル、本名バシェは恋仲にあったベニールと冒険者として行動を共にしていた。だがとある水中での探索においてベニールは不用意にも原始大海の水に触れてしまう。
そしてバシェの目の前で彼女は溶けてしまった。バシェは人の助けを借り、原始大海の水という存在を知る。それからは女性を拉致し、ベニールを元に戻そうと研究に明け暮れた。さらに犯罪者の身分を隠すため、彼はマーセルという偽名を名乗り、ポワソン町で商売を始めた。研究の過程で彼はあることに気づいた。希釈された原始大海の水には人を高揚させる効果があると。それに目をつけた彼は露紙の密売を始めた。だが資金を貯めながら研究を続ける中、スピナディロースらとの間に衝突が生じてしまう。長きにわたる表と裏の争い、抗争を経て、彼はあるパーティーを利用した犯行を目論む。そう、スピナディロースらのボス、カーレスの暗殺だ。最後の段階で想定外のことが起こったものの、彼は実行犯を溶かすことでカーレスに殺人の容疑をかぶせた。そしてつい先日のこと、バシェは似たような手口で少女失踪事件の罪をリネに着せようとしている。だがその計画は失敗に終わり、原始大海の水の効果も露呈することとなった。その一件を機に彼もまたほころびを見せ、こうして告発され罪を問われた。謎に包まれていた連続少女失踪事件も、これにより真相が白日のもとにさらされたというわけだ。では被告人バシェの容疑について、これより有識に最終的な判決を下してもらう。輸出裁定カージナルの審判結果により、被告人バシェは有罪だ。警察隊、バシェを連行しろ。ブラボー、当然の裁きよ。これで連続少女失踪事件も終わりか。私たちって歴史を見届けたことになるんじゃない？まさか真犯人があんな真面目腐った顔のやつだったなんてね。やったぜ、オイラたち役に立てたよな。あいつは罪のない人をたくさん傷つけてきたんだ。これでやっと相応の報いを受けることになるな。オル、どうしたんだ？お嬢様、お手柄です。ボスが待ち望んだ日がついに訪れました。お嬢様、これからは今までのように気を張らずに済むでしょう。そうね、やっと終わった。あんたたち、それと相棒のおかげでね。パパ、スピナディローズらは私が引き継いでからもちゃんとやっていけてるよ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり冤罪も晴れた。めでたしめでたしだ。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に失礼させてもらうよ。いや、少々お待ちいただきたい、タルタリア殿。ん？まだ何かあるのか？てっきり俺はもう用済みかと思ったけど。こたびの一件はタルタリア殿に起因している。審判の工程に従えば、最後に罪の裁定を行わればなら。おいおい、まだそんなことをする必要があるのかい？犯人も捕まったことだし、俺みたいな脇役はもう退場する時間だと思うけど。フォンテーヌの法律を尊重していただけると助かる。これは今日まで守られてきた規則だ。はいはい、わかったよ。まったく面倒だな。俺はあの台に立てばいいのか？何をするか知らないけど、さっさと終わらせてくれよ。こたびの事件の公開審判を経て、タルタリア殿は連続少女失踪事件とは直接関係がないと判明した。
犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に諭旨裁定カーディナルに判決を下してもらう。諭旨裁定カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、こんな冗談面白くないんだけど。さっきまで俺のことを無罪だって言ってただろ。なのにこの結果はなんだ。その機械故障でもしてるんじゃないのか。こんな状況初めてよね。ユシキが最高審判官と違う結果を出すなんて。ファドゥイの執行官ってことはきっと悪事を重ねてきてるだろう。ユシキも多分彼の他の罪を見抜いて正義を執行しようとしてるんじゃないか。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても今裁かれることはないんじゃない。諭旨裁定カーディナルの判決に準じて有罪とする。警察隊、規定の手順にのっとり任務を遂行せよ。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。すまない、冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない、このような状況は私でさえ初めてだ。だがフォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決は諭旨が示した結果に準ずる。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに諭旨がこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべき者が他にいるだろう。君たちどうして僕を見るんだ？こんなの僕には関係ないぞ。僕だってなんでこんな状況になったか知らない。もう僕のことをジロジロ見るなよ。フリーナ様、それはどういう意味です？あの方も理由を知らない？ありえないだろ。イスキはフリーナ様が作ったんだよな。そうよ。ねえ、この判決って本当に正しいの？こんな適当なのが正義と呼べるのかしら。古本、紳士淑女の諸君、まさか事実無根の誤審をしてしまったと思ったのかい？先ほどの判決が誤っており、想定外のものだったと。よもやこの僕さえも実情を知らないと思ったわけじゃないだろうね。たく、さっきまで明らかにそんな感じだったじゃんかよ。このようになったからには説明しないといけないようだ。皆の衆、先ほどのは全てドラマ性を最大限に引き出すための演出に過ぎない。そう、僕の演技も含めてね。どんな劇であろうと脚本なしには存在などできないだろう。つまり
全ては僕の想定内というわけさ。由式こそが正義であり、その概念の決心。理由のない判決など決して下されはしない。タルタリアが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいるのも、虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為の全てとその危険性は、どれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。答えは時間が証明してくれる。いずれ僕の思慮深さを、今日の判決の妥当性を理解するだろうさ。はさて、謎が残されて気になるところだろうけど、今日のショーはここで一区切りといこう。最初に対定するのはもちろん主演であるこの僕だ。それではまた会おう。結局逃げることを選んだか、あれは。つまりさっきの水神の話は真に受ける必要ないんだよな。うん、彼女はメンツを保つためにああ言ったのだろう。この件について具体的な原因はおそらく彼女自身も把握していない。だが安心するといい。引き続きこの件は私が個人的に調査する。先ほど約束したように冤罪であれば必ず明らかにしよう。おう、タルタリアのやつが少しかわいそうだけど、一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。